ステップ4、量子通信。さて、情報が何かの物理のもので,では乗らなければならないでしょう。それが電子でも光子でも電圧でも、まさっきのナポレオンの腕着の通信機器などのそれが形とかにしてるんで、それが物理的には何かしなければならないでしょう。 情報を表示するためには。それが物理の手法で決まっているんですが、それが決まっているなんですよね。それが何ができるか何が不可能かは物理的には制限されていますよね。そうすると、まあ、量子の古典のデータが普通の 公転力学と、公転の光だと,とか、公転の光学と,とかについては、それが、公転のデータ処理とかによる公転通信に,には限られてるんですけれども、コントムの場合だ,だったら、量子力学でと、量子工学で,で決まってるんですよね。そうすると、と量子処理と量子通信が,がお行います。 さて、量子力学が一番基礎の理論なんですよね。現在のこの宇宙で、ででえっ、ー、と、これより精度が高い理論がないんですが、これが、まあ、詳細のもので、ででではと説明できるようにはなるでしょう、えーと。表現できるようにはなるでしょう。これが、えっ、ー、と、直感的ではないことでは結構行う場合があるんですが、まあ、 それがちょっと使えることには目的なんですね。これが実験がすごく細かい精度までこれが調べてるんですが、その精度はすごく高いんですよね。ですが、まあ、新しい手法だと観測では見つかることにはなるかもしれないんですが、それの新しいデータの処理の手法が見つかる可能性はありと考えられると思います。 プラクティカルな理由で、なぜこれが使いたいのか、何が使えるのか。まあ、皆さんの使っている古典コンピューターと、まあ、携帯とかで見てるかもしれないし、ラプトップのコンピューターで見てるかもしれないんですが、それの中には、一番基礎な、一番ちっちゃい信号を持つ装置と,とか、と データの処理するやつとか、それが、が、トランジスターと言いますね。そのトランジスターの数で、で、で一つの、の機能なんですが、それが、コンピューターチップが、の、の、トランジスターの数が、が増えると、できる機能が増える可能性はあるでしょう。1970年に,には、それが、最初の、のマイクロプロセッサーができたんですが、それが、インテルの4004のやつなんですが、 2300トランジスタが入ってたんですね。すると、1990年ぐらいには100万個のトランジスタが一つのチップに入るようになってたし、2005年ぐらいには10億トランジスタが入るようになりました。この進化が、モースローといいますね。 Intel のファウンダーのゴーデン・モアさんが、1964年にそれについての論文を提出したんですけれども、各時期には、一つのチップには入るトランジスタの数が倍になるでしょう。 最初の提案は2年間か3年間なんですが、一番早く進化してた時代にはそれが18ヶ月ぐらいには倍になってたんですね。でも、それが最近はだんだん進化が遅れるようになっているんですが、一つの理由としては、そのトランジスターの大きさが変わ,る変わっているんですよね。その技術の進化として。その技術の進化は、まあ、 チップの大きさがあまり変わらないんですね。時代から時代に進むと。例えば、一つのチップは大体、親指の爪ぐらいの面積なんですよね。2センチかける2センチぐらいなんですが、それが、さっきの進化の説明した通りで、入る、トランジストの数が増えることなんですが、 トランジスターの大きさが、がだんだん、えっと、ちっちゃくなるんですよね。その1970年代のトランジスターが10マイクロンぐらいには、えっと、一つのマイクロンが、が、1メートルの100万分の1なんですが、進化にすると、今の時代には数ナノメートル。で、一つのナノメートルが、が,がと、マイクロンの千分の1ですね。 メタルの1 0分の1がミリメートルで、メトルミリメートルの1分の1がマイクロンになって、マイクロンの1分の1がナノメタルでになるんですね。それが続くと、もう一番小さいトランジステの部分が数ミリしかないんですが、その数ミリの大きさで、それがほぼシリコンの原子の大きさぐらいになってるんですね。 とシリコンの,の,の水晶の,の中にはと、原子と原子の,の距離が0.5ナノメートルぐらいにしかなってないなら、2ナノメートルになるなら、それが4個になります。それの進化には、だえっと、そろそろが終わってしまうん,なんですよね。それが原子の1個下の,の,のトレンジストの,の作る手法がわからないので。 すると、量子力学にはどのぐらい新しいものが出てくるでしょう新しい概念、新しいできることが,がどのぐらい変わるでしょうまあ、重ね合わせを使うんですが、それが波を使って、その波の,の,の特徴を使ってと重ね合わせの,の,の状態になることなんですが、それは、えっと、次の,の,のレッスンにちょっと説明します。ですが、 True and False と On and Off と Yes and No をそれが表示できるようにはなるんですね。次の概念が Entanglement なんですが、so、Entanglement は、えっと、量子もつれと,と言いますが、がそれが古典の場合にはないんで、それが重ね合わせを使って、複数のと量子とビットとか使って、それが、と 離れている距離にはその重ね合わせを作ると、それがエンタングルメントになる場合があるんですが、それが、えっと、この後説明します。で、これが、えっと、コーレレーションになるんですけれども、そのコーレ,レーションが古典より強くなります。そうすると、と新しいと通信の手法が生まれます。そうすると、これが量子ネットワークの一番下の基盤、これが ているようにはなるんですが、それが、えー、と使えるようにに,には、それが量子通信を目指しています。さて、この量子通信には難しいんでしょうかねまあ、すごく変わりやすい状態なんですけれども、それが Decoherence といいます。Decoherence は、まあ、古典のノイズと同じ概念なんですが、それがさっきの話してた 重ね合わせと,と、その量子もつれが,が,がと破壊に,になる場合もあります。そうすると、新しいプロトコルを開発しなければなりません。それが、えっと、こ,こ,のこのとモジュールの一つの目,目的としては、それがどうやって、ね、それが開発しているのかを説明することです。これが、 チャレンジだかもしれないんですけれども、これがオプトゥニティーにもなりますね。これがいい機会に,になるので、その、と、量子の特徴を使って新しいシステムを作ることは可能です。で、これが、えっと、インターディシプリナリーなことなんですけれども、物理学者も必要だし、数学者も必要だし、エレクトリカルエンジニアも必要だし、コンピュータサイエンティストも必要だし、コンピュータエンジニアも,も必要なんですね。